邪魔するぞと。お前何、この人私のボディーガード、ソルジャーなの。ん、ソルジャー。元ソルジャーだ。あら、まあ魔行の目。ボディーガードも仕事のうちでしょね、何でも屋さん。私の勘当たるの。ボディーガードお願い。ああいいだろう、でも安くはない。じゃあね、デート一回。やっぱり本物かよ。クラスはファーストいくらなんでもファーストってお前よ。お花踏まないで。だってよ。すぐに終わる。ボディーガードは俺たちの仕事だぞか。そりゃ奇妙秘密ってやつだ。おい、加勢を頼む。情けない、たったるいけど出番だぞった。クラウド気をつけて。出会った、解放する。悪いな。えっ、行け、いつでも来い。しぶといぞと。でもどんな仕事も楽しむのがプロフェッショナルだぞと。刺激的な時を過ごそうぜ。刻む。やっ、ゾッと。俺はただクラウド違う。なんだ、飛んでる。レノさん、お怪我は。いいからさっさと追いかけな。
急ごう。俺が先に行く。大丈夫だ。どこだ。あそこだ。おい、撃つな。おい、大丈夫か。怪我なんかさせてみろ。お前終わるぞ。目的は本。なんだ。逃げろ。動くな。だから撃つなって。しかし。あれを落とせば。屋根裏に逃げました。追いますか。いや、撤収だ。いいんですか。あとは相棒に任せるぞっと。おい、ちっ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 。ここにもいるのか。こっち、来ませんように。俺から離れるな。わ、かっこいい。これより撤収する。諦めたらしい。消えた。うん、消えた。何だったんだ。きっとやっぱりわからない。早く行こう。屋根の上行こう。ほら、あの柱のそばに駅あるの。クラウド、行くよ。ああ。これからどうするの？しばらくはボディーガードだ。そうでした。その後は7番街のスラムに帰る。帰り道、わかる？ああ。怪しい。さっきの男、あれはシンラカンパニーのタークスだ。タークスがあんたに何の用だ。そうねえ、タークスって
ソルジャー候補をスカウトするんでしょ。それは仕事のごく一部。タークスの仕事は他にもいろいろあるんだ。暴力を匂わせて、脅迫、拉致、最低だよね。最初の質問に戻ろう。あんたとあのタークスの関係は？顔見知りに見えた。ソルジャーの素質、私すっごくあるのかも。もういい。あれ？怒った？気をつけろ、狭くなるぞ。うん、ありがとう。私、歩くの初めて。普通はそうだろうな。なんだかワクワクするよね。まあ、最初はな。ソルジャーの素質があるんじゃなかったか？意地悪。この辺りは誰も住んでないのか？うん、怒られないから安心して。ボロボロだね。俺が先に行く。かなり古い。気をつけろ。はいはい、ね、おっと、慎重に。心配しすぎ。私お姫様じゃないよ。嘘。びっくりした。ありがとう、クラウド。あ、ほら、壁。一度外に出ようとしたことあるんだ。でも結局行かなかった。危険だからな。ミッドガルの外、自然いっぱいなんでしょ。私そんなところで生きられないかもって時々思うんだ。この風景、私嫌いじゃない。スラム好きなんだよね。みんな強く強く生きてる。時々それ感じて嬉しくなるんだ。今度は私が先。クラウド待ってくれないんだもん。大丈夫か？余裕余裕。ほらね、このままクラウド置いて先行っちゃおうかなって。わっと、口を閉じた方がいい。じゃあクラウドの話聞かせて。
業務外だ。ケチで、おお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 どう仕事を増やすな。楽しそう。飛べるか？もちろん。頼もしい。あんたといると退屈しない。褒められてる？皮肉だ。早く慣れてね。ここ5番街スラム駅の近く。駅の近くなのにモンスターが出るんだ。うん、うわあ。だからどうしたって顔してる。街のモンスターなんてたかが知れている。クラウド、どこ行くの？気負いすぎるな。お任せあれ。やっ、当たれ。ここから行くよ。飛んでけ。すっごく得意そうな顔してる。あまり前に出るな。じゃあ後ろから魔法で締めてこ。取れ。やっ。ごめん、行くよ。うまく使って。届け。やっ。スラムのことはあまり知らないんだよね。あんたに比べれば多分な。人間上宿舎、それが俺の世界だ。なんかカッコつけてる。見ればわかる。駅ないのかと思って。クラウドの世界。もういい。どれだけの血と汗が流れたと思っとるんだ。こんなことになるなんてね。どうか皆さん落ち着いてください。おい、どうなってんだよ。見て見て。エーナ、騒がないの。騒がしいな。マコーロ、よく見えるからね、ここ。本当に燃えてる。野獣魔か。みんな、心配なんだよ。おや、あんたも来たのかい。え、まあ、そんな感じ。また教会帰り。そうかも。よく無事だったね。破片やら落ちてこなかったのかい。そういうのもなかったかな。運が良かっただけだよ。気をつけな。
クラウド、待って。よし、準備よし、投下、集合。行くぞ。タークスだ。働き者だね。よほど大事なようらしい。私？クラウド？どっちにしても見つかると面倒だ。じゃあ裏道行こうか。あ、モンスターいるけど。シンラよりはマシだ。指定のゴミ捨て場なの。スラムの人たちも奥の方めったに行かないよ。身を隠すには都合がいい。誰も通らないわけだ。いいとこ見せなきゃ。へっ、取れ。ここから行くよ。またね。うまく使って。魔法で決めてこ。どけ。うまく使って。やっやっ、ほい。ここから行くよ。届け。それ。おやすみ。どこから来るかわかんないね。あの手のモンスターは弱いものから襲う。ん、じゃあクラウド気をつけて。すぐ済む。協力すれば。引き受けた。頼んだぞ。下がっている。そっちは任せる。飛んでけ。俺が出る。そっち行き止まり。工事途中でやめちゃったみたい。
頼んだぞ。頑張るね。ほい、それやっ、やっ、うまく苦しませろ。やっ、ああ、今のは新種だね。どうしてそう思うんだ。強敵から襲ったでしょ。スラムの中心。まだかなりあるな。回り道したからね。疲れた？まさか。私お腹空いてきちゃった。クラウドは？のんきだな。うち着いたらごちそうするね。そんな暇はない。お母さんの料理おいしいよ。よし、そうと決まれば早く帰ってご飯ご飯。はいはーい。子供の程度か。食らえ。ここから行くよ。やっ、魔法で決めてこ。やっ、ロケ。お疲れ様。眠っていればいいものを。ここから行くよ。来い。やっ、それ。魔法で決めてこ。どけ。攻めて一気に。どうってことない。
いいね。無事抜けたね。礼はいい。報酬がもらえればな。ん？支払い中ですけど。ん？ん？ああ。タークスを忘れるな。ああ。どこから来るかわからない。気は抜くな。このまま戦争になっちまうのかな。この先が五番街スラム。ドキドキ。なんだろう。あ、おい。エオリス。バッカで停電。今日は最悪ぶりで一番。アバランチのせいで。私は今五番魔航路の内部に来ております。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。 あの兵器開発部門統括のスカーレットさんですよね。お話伺ってもよろしいでしょうか。5番魔航路にて発生しました爆発について現時点で判明していることをお教えいただけないでしょうか。現在5番魔航路は運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、1番魔航路で使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。こちらは一番魔航路内で撮影された映像です。犯行グループはアバランチを名乗っており、現在もミッドガルに潜伏していると思われます。しかしこれだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンラカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。あ、いえ、そのご心配なく。こんなことで信頼は揺らぎませんので。さっさとカメラを止めろ。クラウド、行こう。アバランチの奴らありえねえ。魔航路が止まったら生活できねえよ。俺たちは戦わなきゃならんのだ。ヘッドバルを壊すやつらが。ちょうどよかった。手伝ってくんねえか。忙しそうだね。電車が止まっちまったからな。な、頼むよ。ごめんね、今。お店、たまに手伝ってるんだ。エアリス。ああ、またそんなとこ登ってる。マコールが見えるかと思って。その人誰？この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。この子は麦。じゃあまたね。似た者同士かも。あ、エアリス！みんなここで何してるの？魔航路を見てきた帰り。そういえば先生がエアリスを探してたよ。え、なんだろう。リーフハウスに寄ってほしいって。じゃあ一緒に行こっか。リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。エアリスはどこ行ってたの？また教会？今度一緒に連れてってよ。よう、エアリス、今日も人気者だな。うん、元気分けてもらってる。まあ元気が一番だ。それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも言って。一体どうやってあんなに見つけたんだ？実はコツあるの。彼はボディーガード、家まで送ってもらうの。
危ないやつじゃないだろうな。どうだろう。スラムのお医者さん、時々薬草届けてるの。ここがリーフハウス。本を読むんだ。お姉ちゃんに差し入れするの。おかえり。ただいま。エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、帰り道だから。あのね、お花をお願いしたいんだけど。任せて。どれぐらい？多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから、みんなで飾って明るくしようと思って。素敵、楽しみだね。さあ、手を洗っておいで。クラウドはお花好き？考えたことがない。花屋にそれ言うかな。嘘はつけない。この前あげたお花はどうしたの？あれは誰かにあげた？そうだな。え、誰に誰に？覚えてない。なんだ？本当かな。まあいいけど。この道を抜けたら私の家。着いたらお母さん紹介するね。あれが私の家。すごいな。ねえ、こっちだよ。どうぞ。ただいま。おかえり。少し前にルードが来たけど、一体。私のお母さん、エルミナ。こちらクラウド、ボディーガードなの。あ、世話になったね。仕事だ。これで完了だな。ありがとう。クラウド、7番街行くんだよね。ああ。じゃあ送ってく。ここまで送った意味がない。またタークスが来たらどうする？面倒だけど慣れてるから。それよりクラウドが心配。あっちこっち迷いそう。迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない。俺の何がわかる。お母さん、私7番街までクラウドを送っていくから。そうかい。でも明日にしたらどうだい。今から行って帰ってじゃ遅くなる。今日はもうゆっくりして、朝早くに出な。そしたら昼には着くだろう。だね。クラウド、いいよね？待て。そうだ、リーフハウスからお花の注文あったの。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと行ってくる。約束が違う。そんなこと言う？報酬すっごく高いのに。お母さん聞く？待て。カゴを取ってくるからちょっと待っててね。まったく慌ただしい子だろう。